の不調でございます。前回に続きましてアルファベットリードパンチエロ16、今日で最後の解説動画となりました。4回目の今日は288小節目から残り全5を解説していきます。288小節目から293小節目までは母音語を説明していきます。でここは289小節目、291小節目の頭の普天八部十六音符をダウンダウンと弾くかダウンアップと弾くかで母音が大きく変わってきます。まず一つ目はダウンダウンと弾く場合なんですけれども、288小節目は弓順で弾きます。で普天八部十六音符をダウンダウンと弾いた後、200目の頭のアはアップ、あとは弓順で弾く形となります。ゆっくり弾きますと、これが一つ目のパターンになります。で二つ目はダウンアップと弾く場合なんですけれども、小節にまたがるアクセントがついているアの位がアップになりますので、290小節目、292小節目それぞれ一拍目の裏拍のアをまたアップで弾き直しを行って、290小節目と292小節目でアップアップと弾き直しを行う方法になりますので、このどちらかを選択していただきたいと思います。両方のパターンで290小節目からゆっくり弾きますと、このどちらかを選択していただきたいと思います。294小節目から299小節目、まずボーイングなんですけれども、入りは裏拍になりますので、最初の杖はアップから入っての弓順で、296小節目もアップで、298小節目はアセントがついていますので、このスラーはダウンで弾いていただきたいと思います。でポジションなんですけれども、始まって4小節間は全てゲーセン一方、ここまでよろしいでしょうか。で298小節目なんですけれども、このベー、デーのスラーは2つのパターンを説明します。まず1つはゲーセン1本に取る方法、ベーを1で、第3ポジションでデーとツェを4、1とまとめて取る方法になります。で2つ目は異変する場合なんですけれども、最初のベーはデー線からスタートしてベーは4で取ります。でポジションを変えずにデーをゲーセンに移って2で、あとは同じくツェは1で取る形になります。両方ゆっくり弾きますと、もしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。300小節目アーフタクトから321小節目までは全てピッチカートになります。で最初のツェはフォーティッシモでかつアクセントがついていますので、指は人差し指中指2本同時に使ってもハッキング目に鳴らすようにしてください。同様に302小節目から2小節間もフォーティッシモが続きますので、同じテンションで鳴らしていただきたいと思います。そしてポジションなんですけれども、ピアノになりました306小節目から8小節間はゲー、ゲー、ツェが続きますので、第2ポジションを使うとまとめて取ることができます。ゲーはデー線で押さえて4、でツェをアー線で1と取るとまとめて取ることができます。で314小節目から4小節間は F、ツェで、318小節目から4小節間再びゲー、ツェになりますので、ここもポジションを変えずに全てまとめて取ることができます。302小節目から通して演奏します。このようなポジションとなっています。322小節目から4小節間はアルコになります。でここのボーイングはもうシンプルにダウンからの弓順で弾くようにしてください。で再び1カートになります。326小節目から最初の小節は F、T になりますので、第2ポジションで F を D 線で1、T を G 線で4で取るとまとめて取ることができます。330小節目から B のオクターブの関係になっていますので、ここからハーフポジションでまとめて取ります。その後は杖のオクターブになっていますので、334小節目からこの第2ポジションでオクターブをまとめて取ります。最後はシンコペーションのリズムになっていますので、乗り遅れないように注意していただきたいと思います。341小節目からはボーイングを説明していきます。でポイントは随所に出てくる3連符なんですけれども、ここを弓順で弾くかでダウンアップアップと弾くかでボーイングが大きく変わってきます。まず1つ目は弓順で弾く場合なんですけれども、1小節前の杖は当然ダウンアップで、342小節目に入ってからもダウンから入ってストレートに弓順でいくという方法になります。ゆっくり弾きますと、従って
346小節目から4小節間と354小節目から4小節間が逆指の形になります。このように弾いていただいても構いませんし、あるいは4小節ごとにボーイングを統一したいのであれば、3連符をダウンアップアップと弾く方法になります。そこでどの小節の3連符をダウンアップアップと弾くかがポイントになってくるんですけれども、まず1つ目は342小節目、346小節目、350小節目、そして354小節目をダウンアップアップと弾く方法になります。前半8小節間でゆっくり弾きますと、これが通算2つ目のパターンになります。で、3つ目のパターンとして344小節目、348小節目、352小節目、そして356小節目の3連符をダウンアップアップと弾く方法になります。で、後半8小節間でゆっくり弾きますと、ダウンアップアップと弾く場合はこの2つのいずれかを選択していただきたいと思います。続いて358小節目からまずボーイングから説明していきます。最初フォルティッシモでかつアクセントがついていますので、最初の F の態度の場所は当然ダウン、で次の小節の16ボンプ8ボンプのスラーはアップ人呼びで、最後の A もここもアップで弾き直しを行います。ゆっくり弾きますと、でポジションは先ほど弾いたんですけれども、すべてハーフポジションを使えばまとめて取ることができます。随所に出てくるゲー、デーはすべて解放を使っていただいて構いません。その後のポジションですが、364小節目でゲーのオクターブになっていますので、最初のゲーを A 線で1。で、オクターブ上がったゲーは D 線で4で取るようにしてください。で、最後のツェーまでまとめて取ることができます。で、その後のボーイングですが、2回続くスポーツアンドはいずれもダウンで弾いていただきたいと思います。4分の2拍子に戻りました。374小節目からのボーイングですが、始まって4小節間はダウンアップで、378小節目なんですけれども、同じくダウンアップで弾いた後、次の小節は裏からの入りになりますので、ここでアップアップと弾き直しを行っていただきたいと思います。もう一度弾きますと、この2小節間はこのように弾いていただきたいと思います。で、その後の4小節間はダウンから入ってのストレートに弓順となります。したがって383小節目の3連符は逆弓でアップダウンアップという形になります。通して弾きますと、このようなボーイングとなります。384小節目のポジションですが、Bのオクターブになっていますので、ハーフポジションでまとめて取るんですけれども、2拍目のベイの後に小音符がありますので、ここは半音進行でアー、アス、ゲーになっています。で、ここもゲー線1本で取ることができます。最後のゲーも解放を使っていただいて構いません。で、ボーイングなんですけれども、2拍目のオクターブ上がったベイにアクセントがついていますので、ダウンダウンと弾き直しを行い、次の小節のゲスは切っていただいて構いませんので、アップで弾いていただきたいと思います。もう一度ゆっくり弾きますと、となります。で、ピッチカードを挟みまして、終わり2小節間なんですけれども、フォルテ3つになっていますので、16ボンプはいずれもアクセントで、音の立ち上がりをはっきりとつけていただきたいと思います。最後を弾きますと、もう一度弾きます。最後はフォルテ3つになりますので、はっきりめに出していただきたいと思います。はい、最後まで解説させていただきました。いかがでしたでしょうか。この曲は難易度としては難しい部類に入りますので、序盤と終盤の速い部分は慣れないしは必ずゆっくりしたテンポから練習していただきたいと思います。そして中間部分のフラット6つの譜目、ここも慣れないうちは臨時記号を手書きで書いていただいて構いませんので、普段滅多にお目にかからない層のフラットのゲス、動のフラットのセスを見落とすことがないように注意していただきたいと思います。この曲も再生リストを作成しておきますので、まだ見てない方はそちらから順次ご覧いただけたらと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。